な。なんかお花畑っていう、あの西部秩父の駅なんですけど、なんかめちゃめちゃおしゃれな人多いんだよね。いつから秩父こんなおしゃれになったんだ。めっちゃおしゃれな人多いな、これ。なんで、え、なんでなんだろう。おしゃれタウンになってる秩父は。もう11時半だよこれ。朝7時に出てまだキャンプにたどり着かない。よいしょ、早く進みたいよ。ああ、セミちゃんがいいね。いいですわ、夏を感じますわ。ああ、でもいい感じだわ。めちゃめちゃ森林浴やな。いいですね。一回じゃあ、一回ちょっとこれでキャンプ始めるまで一回休憩します。ありがとうございます。じゃあこうして、こっちがいい。やってか。多分こうした方がいい。ここやったらもう見えないから。確かにいいんだよこれで。いい、うん、見えないからさ。こうするじゃないと。しょうがない。ああ、斜めってんね。よっしゃ。ここ。あ、でも意外と正面。疲れた。ねえ、まあテントもね一段落得て、なんか飲みますかと。いやもうマジキンキンだなこれ。よし。いや俺このペースでも飲むことないけど行っちゃいます。ハイボールはキンキン、氷がいい感じに。幸せだ。こりゃ、こりゃ幸せだよ。作りますか、料理とやらを。よいしょ。
めちゃめちゃ和むな。いいね。何も考えなくていいのもんな。変えてるんでしょ。なんか最近本当にね、なんか良くも悪くも考えることが多くて、まあその分楽しいんですけどね。まあ詰まったりすることもあって、中でね、こういう、まあ、ソロキャンプでね、一回忘れるっていうのは。一回頭の中空にするっていうのはね、めちゃめちゃいいっすね。はい、みんな来るんだな。結構今日は空いてて3組くらいだったんですけど、3分の2僕ともう一人おじさんがソロキャンプでしたね。それぐらいやっぱ3分の2ソロキャンプってすごいっすよね。うん、だからやっぱそれぐらいみんなね、よくも悪くも癒しを求めてんだな。うん、いいっすね。でも普段が嫌だとかじゃなくて切り替えにいいっすね、やっぱりね。うん、いいな。
しゃべったんちゃうかまえぞポリさん憧れたいまあ、一つね、焚き火はね、癒されるんですけど、一つだけ、よいしょ。よいしょ。こっちかな。まあ、焚き火はね、めっちゃ癒されるんだけど、まあ一個ね、ちょっと、いやー、めっちゃ癒されたんですけどね。まあ、一つだけ重大な欠点があって、焚き火って。クソ熱いっす。汗、ダラダラっす。はい。いや、いいんだけど、ちょっと近すぎんのかな。まあ、近すぎると思う。うん。暑いもん、もう。めっちゃ暑いもん。普通に。ちょっと不快だもん。やりすぎたな。ねえ。シャレパンチョンズスンプコンシュン。
中。